女優やモデルとして活躍し、今注目を集めている相沢里奈さん。今回は相沢里奈さんの生い立ちや経歴、ご家族をご紹介します。名前、相沢里奈。生年月日、1991年7月28日。出身地、東京都。学歴、日の出高校卒業。身長、163センチ。体重、43キロ。趣味、音楽鑑賞、バレーボール。事務所、ボックスコーポレーション。生い立ちや出身校は？相沢さんは幼稚園までは大阪で育ったため、たまにイントネーションが関西弁になることがあるようです。幼稚園から中学校までの詳細はネット上でははっきりとわかりませんでしたが、中学校ではバレー部に所属していたそうです。出身高校は東京都目黒区にある日の出高校です。日の出高校は山口百恵さんや新垣結衣さんなど芸能人の卒業生がとても多い学校です。ご存知の方も多いかもしれませんが、日の出高校には生徒が芸能活動をしやすくするための芸能コースがあるからです。芸能コースでは芸能活動によって授業に出席できないような場合にレポートを提出することで出席したとみなしてもらえます。現在では日の出高校は日本大学の系列校になり、目黒日本大学高等学校という学校名になりました。芸能コースもスポーツ芸能コースと名前が変更されています。もちろん相沢さんの同級生も芸能人が多く、岡本玲さんと桜田通さんは同級生で仲が良く、岡本さんとは高校以来の親友のようです。ちなみに大学には進学していません。芸能界デビューは2006年に相沢さんはご両親と千葉県船橋市で買い物をしていたところ、突然事務所の人から声をかけられたのがきっかけです。その後2008年にエンジン戦隊ゴーオンジャーのゴーオンイエロー役でドラマ初出演し、劇場版で映画初出演します。さらに第87回全国高校サッカー選手権大会の応援マネージャーも務め、忙しい高校生活だったようです。スーパー戦隊シリーズのゴーオンジャーに出演していた時は、同じ出演者であるゴーオンレッド役の古原康久さんや悪役の荒木博文さんとの交際が噂されていましたが、スクープなどはありませんでした。あるインタビューで結婚願望はあるのか聞かれた際に、今はないんですよと答えていたので、結婚はまだ先のようですね。自分自身のことをまだまだ子供と考えているようで、結婚はもう少し大人になってからだそうです。今は自分のやりたいことや好きなことを楽しみたいともおっしゃっていました。以降は記憶の海やハンマーセッション、乙女さんなどの連続ドラマに出演。以降は多くの作品に出演しており、中堅若手女優の地位を築いてきました。さらに2017年に出演したドラマクズの本懐では、濡れ場などの過激なシーンにも挑戦して新境地を開きました。また以前から抜群のプロポーションでグラビアモデルとして人気を博すなど、多方面で注目されています。家族構成は、相沢さんのご家族について、またご家庭の雰囲気についてご紹介します。相沢さんのご家族は父母兄姉、そして相沢さんの5人で構成される家族です。相沢さんは3人兄弟の末っ子にあたり、お兄さんとお姉さんはとても相沢さんを可愛がってくれて、今も仲のいい兄弟のようです。ご両親も優しい方のようで、相沢さんがデビューした時には一家を挙げて祝福してくれたとのこと。お父さんとはよく一緒に釣りを楽しむこともあるそうです。ちなみにお父さんは元料理人で、イタリアンレストランで働いていたそうなのですが、現在は不動産関係の会社に勤めているそうです。そんな相沢さんですが、スーパー戦隊シリーズゴーオンジャーのオーディションに合格した際には、お父さんにドッキリを仕掛けたそうです。えそ、私になった、友達に受かったって言ったらわーっと喜んでくれて、家族もすごく喜んでくれました。実はその時ちょっと嘘をついたんです。お母さんにはちゃんと報告したんですけど、お母さんと
お父さんは騙してみようかって。落ちちゃったってお父さんに話したら、そっか、次があるよって。すぐに嘘だよってばらしました。仲のいい家族だからできるドッキリですね。ご家族や多くのファンの後押しもあって、今後はさらに大きく飛躍する予感もあり、その動向にも注目が集まります。